豊かな自然と独特の文化を誇る長崎県。その風土から様々な工芸品やグルメが生まれてきました。長崎には全国的に評価されている名産品、特産品がたくさんあります。 Amazon 日本ストアで長崎の素晴らしい商品を私たちも応援しています。 Amazon 日本ストアには地域に根ざした生産者が作る伝統、技術、アイデアが詰まっています。その中から県内の名品をご紹介する、それがヒント地元応援団です。生産者が思いを込めて作った日本の名品に光を当てているアマゾン日本ストア。ヒントでは月に1回、そんなアマゾン日本ストアに掲載されている商品の中から九州沖縄の名産品を県内のものを中心にご紹介しています。今回ご紹介するのは長崎の素材にこだわった手作りのソーセージです。手作りのハム、ソーセージの専門店。長崎市目覚め町に2015年にオープンしたグリースハウゼ長瀬、先月8周年を迎えました。あ、かわいいお店ですね。こんにちは。たくさんのハムソーセージ並んでますね。長瀬さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。まずは、はい、オープンから8周年おめでとうございます。はい、ありがとうございます。当時はどんな思いでお店をオープンされたんですか？はい、そうですね、もともと福祉の大学に行ってて、でそこから障害者施設で、まあ、10年ぐらい働いてたんですけど、こう県外の施設でこうハム作りに出会って、そこからこうハム作りに興味持って、長崎のものでハム天下定天下で作りたいなという思いで、はい、作ってます。その技術は確かで、本場ドイツで開かれる国際大会で数々の金賞を受賞しています。そんな長瀬さんの一押しが生ソーセージです。工場に入らせていただきました。こちらでハムソーセージを作っているということですが、はい、その気になる生ソーセージ、どんなソーセージなんですか？腸詰めをしてそのまま冷凍するので、こう旨味がギュッと入ったジューシーなソーセージになります。豚肉は長崎県産の SPF 豚っていう病原菌がいない豚を使ってて、でお塩を五島の八ヶ為産の塩で作ってるので、すごく旨味が肉肉しい感じで食べれます。スパイスはソーセージの本場ドイツ産。まずは豚肉に塩とスパイスをなじませます。この豚肉、無造作にカットされたわけではなく、ミンチになった時の赤身と脂身のバランスを考えカットされています。一応ジューシーに作りたいので、まあ、ちょっと気持ち脂身を、まあ、多めにしてますね。粗めのミンチをカッターという機械で理想のソーセージの食感になるようさらに細かく練っていきます。空気を抜いていよいよ腸詰めの工程。これは羊の腸になります。これにお肉を詰めていきます。うわ、薄そうですね。そうですね、意外と破けにくかったりも、入れていきますね。腸詰めに、うわシュンシュン入っていってる。気持ちがいいですねそうですね、これはすごい。え、なんか長い。結構長いですね。羊の腸に空気が入らないよう手元で速さを調節しながら丁寧に詰めていきます。今からソーセージの形にしていきます。手でひねっていきます。いよいよ、あ、はい、ひねるんですか？はい、ひねっていきます。これも手作業なんですね。全部、はい、こう太さを見ながらちょっとこうしていきますね。美しい手さばきで
もう魔法のようによく食べている形のソーセージが生み出されていっているような。ひねりたい大きさにまず1個潰して、潰して、でもう1個も潰して、2つ目潰す、はい、でこれをこう回す感じです。そしたらこうソーセージの形に。私も挑戦させていただきました。うわ、押さえて、あ、待って、これ破れないですか？あ、大丈夫と思います。押さえて、うわー、ちょっとダメだダメだ、ちょっともう一回やり直し、はい、なんか片方だけいけてる、片方だけできているんですけど長いソーセージができたんで気づいたらできるかしてますちょっと欲張りなので通常のソーセージはこの後スモークして加熱処理されますが、生ソーセージはこれで完成。そのためじっくり焼いて中まで完全に火を通していただきます。トースターだと7、8分くらいです。焼き上がりました。もうね、香りでまず美味しいんですよ。もうこれでビールが飲めちゃうぐらいに。あ、そうですねいただきます。これは肉肉しいですね。そしてジューシーで旨味が強い。塩とスパイスと豚肉だけでこんなに豊かな味わいになるんですか？そうですね、はい、余分なものを入れてないのですごい肉肉しい食感と、あとはまあジューシーさが特徴のソーセージですね。生ソーセージはプレーンの他に4種類の味があります。まあ、オニオンとかジンジャー、ガーリックと香味野菜という、こうちょっとお肉に別の素材を練り込んだまた違う風味になるので、もういろんな食べ方でいろんなお味を楽しめますね。そうですね、楽しんでもらえたら嬉しいですねお客さんから本当美味しいって言ってもらえるのがすごく励みになるので、まあ、本当にこうもっとこう安心安全なものを作っていきたいなという気持ちにはなりますね、はい、ゆきちゃんの手びねりちょっと欲張りすぎましたねもう弾けそうで怖くてあんな大きいのができちゃったんですが、ね、え、美しいソーセージさばきで、ね、え、そって本当に美味しいんですということでスタジオにもご用意しました。はい、はい、こちらです。今日はですね、フライパンで焼いてみたんですが、この生ソーセージから美味しい油が出てくるので油は引いておりません。はい、では食べてみてください。いただきます。もうすごくいい香り、なんかこう焼肉屋さんでお肉を焼いた時のあの香りがするの。そうなんですよ、まさに、うん、ソーセージっていうの本当お肉を焼いた時の香りで食べた。わ、ね、ジューシー、めちゃくちゃジューシー、おいしい。わお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 、ね、肉肉しいよね。うん、ね、本当に肉肉しいっていうのがよくわかる、うん、ソーセージ、ね、これシンプルな素材でできているっていうのが本当にびっくりなんですよね、うん、これ癖になる美味しさ、うん、ね、そしてこれ焼いただけでも本当にもちろん美味しいんですけども、はいはい、スープに入れたりしてお野菜と一緒にポトフにしたりすると、またこの生ソーセージから旨味がぶわーっと溢れ出すから美味しいスープができるということなんですよ。いいスープできそう、確かに、ね、パンにも挟んで食べたいですね。わー、サンドですよ、朝食にもランチにも、ね、夕食にも、そしてビールにも合わせたい。ハマっちゃう、これハマっちゃう、ね、ケチャップとかいらないですよね。いらない、いらないですよね。本来の美味しさっていう感じ。本当に、ね、お味も4種類あるということで、うん、ぜひ毎日安心で美味しいソーセージを食べてみてください。さあ、今日ご紹介しましたグリースハウゼ長瀬の生ソーセージはアマゾン日本ストアから購入することができます。またピント地元応援団のウェブサイトからもアクセスできますよ。アマゾン日本ストアでは他にも九州沖縄の一品が紹介されていて、日本各地の名産品特産品を応援しています。ぜひチェックしてください。以上、ピント地元応援団のコーナーでした。